バレンシア州、バレンシア州、バレンシア語、カスティーリャ語は、スペインを構成する、自治州の一つである。スペイン東部に位置する。州とはバレンシア。自治政府は、ジェネラリタ・バレンシアーナ。北は、アラゴン州とカタルーニャ州。西は、カスティーリアイコール、ラマンチャ州。南は、ムルシア州に接し、東は、地中海に面する。古代。 現在のバレンシア州の領域には、イベリア人の異なる部族が定住していた。南部のコンテスタニ人、中央のエデタノス人、北のイレルカボネス人、である。イベリア人は、フェニキア人、古代ギリシャ人、カルタゴ人と、海上貿易を通じて関係があった。紀元前202年の第二次ポエニ戦争による、ローマ勝利後、バレンシア沿岸部全体がローマに服従した。 7世紀ものローマ支配の間、イベリア人は政治的、経済的、社会的組織に徐々に吸収されていき、言語もラテン語を取り込んでいった。スペインの他のイベリア人定住地にあったような固有の反乱はこの地域には存在しなかった。バレンシアのイスラム支配期は8世紀から13世紀まで続いた。大ァ諸国のバランシア王国やデニア王国の領域であった。 11世紀まで重要な中核都市のない人口規薄な土地に過ぎなかった。イスラム教徒らが考えシステムを拡張し始めてから大都市としてバレンシアが脚光を浴びるようになった。1232年から1245年にかけ、アラゴン王ハイメ一世がバレンシアやデニアを征服し、アラゴン連合王国の構成国としてバレンシア王国を置いた。バレンシア王は アラゴン王が兼ねたが、バレンシアには、アラゴンに属さない、独自の自治権、自治法、議会などが与えられていた。バレンシアは、イスラム支配の名残で、ムデハルが人口の大多数を占めたままであった。アラゴン連合王国への併合によって、主として、カタルーニャ人とアラゴン人がバレンシアに再植民した。15世紀のアラゴン連合王国の地中海が、元で、バレンシアは、 社会的、経済的に黄金の世紀を迎えた。1479年のアラゴンイコール、カスティーリア同訓連合成立によって、その繁栄は最高潮に達した。1518年、スペイン王カルロス一世が即位すると、ヘルマニア反乱、カスティーリア人のバレンシア副王、官僚に対する農民反乱といった重要な社会的対立が起こった。一方、 アメリカ大陸発見によって貿易の中心が大西洋にとって変わりバレンシアの比重は減少した。またバルバリア海賊の襲撃が継続してバレンシア沿岸を脅かした。1609年のモリスコ追放によりバレンシアは人口の1、3を失うという打撃を受けた。18世紀初めのスペイン継承戦争でバレンシアは オーストリア・ハプスブルク家のカール大公の側について戦った。ブルボン家のアンジューコーフィリップが勝利し、フェリペ5世として王位につくと、彼は1707年に新国家基本法を布告し、バレンシアのすべての自治権を剥奪した。スペイン王国の一部としての行政組織に取り替えられてしまったのである。18世紀後半、バレンシアの経済成長と人口の伸びは顕著なものとなった。 19世紀のバレンシアでは、ワイン用ブドウ、米、オレンジ、アーモンドの栽培が盛んとなり、農地が拡張された。アルコイやサグントといった例外を除いて、スペインの他地域のように工業化は、不完全で遅れていた。1833年11月、スペイン国独分令によって、スペイン国内は49の県に分割され、かつてのバレンシア王国は、 アリカンテ県、カステリオン県、バレンシア県に3分割された。1873年から1874年の短期のスペイン第一共和制の間、アルコイを中心として、カントナリズム運動、州を独立したカントンに移行することを目指す運動が起こり、20世紀初頭にはバレンシアの政治的自治が要求されるようになった。 1931年から1939年のスペイン第二共和制では、実地制定法の様々な提案が編成されたが、どれも投票によって、結局承認されなかった。1978年の民主的な憲法によって、バレンシアは、自治州となり、言語の権利を認められてスペイン語、カスティーリア語と共に、バレンシア語を公用語とした。ただし、言語学的には、 バレンシア語はカタルーニャ語の一方こととみなされている。1975年から1978年の間のスペインにおける民主主義最高の過程でナショナリズム政党とリージョナリズム政党がスペインの特定の地方へ自治を与えるよう圧力をかけた。1978年憲法が共通の歴史的文化的つながりを持つ県から構成される。 自治協議会のための法的な道を開いた。スペインの歴史的な地方としてのバレンシア地方の認識の上で、そしてスペイン憲法第2章と一致しているのは、スペイン国家に含まれる国と地方に自治を与えるという部分である。1982年、バレンシアは自治基本法を基盤とする初の自治州法を発布し、それは後でスペイン議会によって承認され、 自治政府を持つ自治州となった。自治体はすべて議員内閣制、すなわち行政府の中で政治的に組織されている。州首相は立法府、コルツの直接の指示に依存しており、立法府のメンバーは多数決によって州首相を選ぶ。新しい自治法は2006年に発布された。バレンシア自治州政府、コムニートットバレンシーナは、 ジェネラリタ・バレンシアナによって代表されている。ジェネラリタは3つの機関で構成されている。ジェネラリタは、バレンシア議会が創設した機関を統合することも、できる。議会は、オンブズマン、公開経験者事務局、バレンシア文化会議、バレンシア言語アカデミー、司法顧問会議及び、社会経済委員会の創設を承認した。バレンシア内陸部は産地である。 カステリョン県の産地はイベリコ産系に属し、アリカンテ県の産地はベティコ産系の一部である。地中海に浮かぶコルンブレテス諸島タバルカ島もバレンシア州の行政下にある。最も象徴的な山はアルカラテン地方のペニャゴロサ山1813メートルである。一般にペニャゴロサ山は州最高峰と考えられてきたが、実際は 標高1839メートルのカルデロン山、カスティーリャ・ラマンヤ州とアラゴン州に囲まれた飛び地である、リコンデア・デムスにあるが高い。カルデロン山近くの3つの峰も1500メートル以上である。州南部の最も象徴的な山は、1558メートルのアイタナ山である。内陸よりむしろ幅の狭い、沿岸の細長い土地は、 ナオミサキやカステリオン県のペニスコラ周辺を除けば、注目に値する山脈のないまさに肥沃な平野である。この沿岸地帯の典型は、バレンシア近郊のアルブフェーラ、エルチェノエルフォンド、ペーゴ近郊のマルハルのような湿地である。サンタポーラやトーレビエ派地域にはかつて湿地だった土地や、塩田もある。渡り鳥、定着した海鳥、水鳥がいることから、これらはすべて、 ラムサール条約登録地となっている。アルブフェーラ近郊とグアルダマールには重要な砂丘地があり、どちらも砂丘の成長を食い止めるために19世紀に数千本の植林がなされ、現在注目される環境的価値のある保護区とされている。バレンシア州は外して温暖な気候で接する地中海から非常に影響を受けている。しかし地域ごとに、 重要な違いがある。バレンシア州内には二つの主要河川がある。アリカンテ県を流れるセグラ川とバレンシア県を流れるフカル川である。どちらの河川も都市、工業、特に農業での消費のために非常に強い制限を借られている。アラゴン州で源を発するトゥーリア川は州内三の河川である。州内の河川は 例としてビナロポ川のように大体距離が短く、ほとんど流れがない農業での利用、気候的理由、またそのどちらともしばしば下記に完全に干上がってしまう。バレンシア自治州はその南北に長く伸びた面積を陸図体の人的交流及び使用を歴史的に妨げてきた、急で不規則な山岳地帯に順応させられてきた。また海岸軸線は ヨーロッパとの関係を地中海経由やカタルーニャを経由する船舶によってよりよく促進されてきた。地中海性気候と浮きの降互が足りないためにバレンシア州内の天然資源は鉱物関連が不足している。水資源においては供給を上回る水の需要があり、この不均衡は使用制限や地下水槽開発で差し当たって解決されている州南部の困るか。 特に重大である。2002年、バレンシア州は、スペインの GDP の10.5%及び、その輸出品の12%を生み出した。人材分野では、失業率が10.5%で特に女性が多く、2002年の労働力は56.8%に達した。バレンシア州の特徴的な経営形態は、中小企業で、一部に多国籍企業があるが主として、 家族経営である。1973年から1985年には、経済危機に見舞われたにもかかわらず、当時国内第2の輸出品生産割合を誇る州で、国内の12%を占めていた。2012年、スペインの経済危機は、同州の経済を直撃。自治州政府も資金調達が困難になり、7月には、中央政府に支援要請を行う事態となった。 バレンシア州は観光中心のアリカンテイコールエルチェ空港とビジネス中心のバレンシア空港の2つの国際空港がある。バレンシア州は主要都市と地方とを結ぶカタルーニャへ向かうユーロメット、マドリードへ向かうアラリスのような拡張鉄道網がある。ユーロメットもアラリスもレンフェが運営している。バレンシア州は2009年からアベイ、東海楼と呼ばれる マドリードを地中海の小部分と結ぶ高速鉄道の専用路線を開業する予定である。この路線はバレンシア、アリカンテ、ムルシア、アルメリアを結ぶ予定である。デンフェが運営するセルカニアスバレンシアは州内の3県と都市県で運営される通勤列車サービスである。バレンシア公営鉄道がアリカンテ、ベニドルム、デニア間の路線を運営している。メトロバレンシア、 アリカンテトラムも運営されている。バレンシア州の人口は、肥沃な農地と重要な河川、フカル川、トゥリア川、セグラ川、ビナロポ川のそばで発展する低地、農業貿易に関して重要である港湾都市に伝統的に集中してきた。ローマ時代に最重要の人口中心地となったのは、サグンとかデニアであった。それ以後、バレンシア、アリカンテ、シャティバ、 オリウェラ、エルチェ、ガンディア、またはビライコールレアル、さらに近年はアルシラとカステリオンデラプラナに人口が集中している。人口密度は中中央と南部で高く、北部と内陸は希薄である。これはバレンシア州の山岳特徴に起源を持つ人々の分布と考え化して農地を得るという可能性に由来している。 おそらく前述の人口分布に対する例外として人口統計は20世紀の間に海に面していない都市アルコイ、エルダオンティニエント、ペトレル、ビリエーナ、バルデウイホなどの大きな工業活動と農業派生製品商業とに影響を受けた。近年、大都市とその大都市圏、特にすべての沿岸自治体において人口集中がかなり増大した。 トレント、ミズラータ、パテルナ、ウルハソト、サン、ビセンテデルラスペーグなど、ベニドルムやトーレビエ派のような伝統的に人口の少ない都市は観光客の季節移動、下記は顕著であるのためにかなりの人口増加を経てきた。従って、バレンシア人口は今日明らかに都市と沿岸に集中し、また季節ごとの観光業に影響を受けている。 バレンシア州は三つの県で構成される、以下の県名と都市名の言語表記は、バレンシア語、スペイン語、三十二のコマルカ、グニ、相当、五百四十二のムニシピオがある。その他に、主な都市には次のものがある。バレンシア語とスペイン語は、バレンシア州の公用語である。スペイン語は、スペイン国家の公用語である。一方で、バレンシア語は、州の、 本来の言語、イエングイプロピアとみなされてきた。バレンシア語は伝統的にスペイン語を伝統言語とみなす傾向のある内陸より地中海沿岸部で話されてきた。1833年にアリカンテ県とバレンシア県が創設された際に併合されたその他地域、歴史的なバレンシア王国の一部となっていなかったでも同様にスペイン語が優勢である。 1984年のバレンシア語の使用と教育における法律は特定の自治体をスペイン語和社優勢地域とめバレンシア語の公式使用に関してわずかな例外を与えた。たとえ右の表のように言語を使いバレンシア語で教育を受けたとしても州のどこでも州自治法第6.2章で保障されている。かつてバレンシア王国の一部であった地域でさえ バレンシア語の使用と精通は、スペイン及び世界各地からの移民、18世紀の新国家、基本法以降の長期にわたる、地方言語の抑圧の影響、そして1936年から1975年まで続いたフランコ独裁によって衰退した。州政府、ジャナラリタ・バレンシアーナによって、主として、バレンシア語を話すと定義された地域のバレンシア、個性通号は、 理解できるが83%、話せるが58%だった。これはバレンシア全体として高いとは言えない。バレンシア語は1998年に創設されたバレンシア言語アカデミー略称エイビルによって管理されている。アカデミーを設置した法律はバレンシア語がかつてのアラゴン連合王国の構成地域。 カタルーニャとバレアレス諸島の言語系統の一部であると断言しており、これら地域でもそれぞれ独自の言語だと認識されている。しかし、2005年以降の公式声明においてエイビルはバレンシアで話される言語はカタルーニャとバレアレス諸島で話される言語と同じである。古い法律で使われた専門用語、言語系統に言及し一つの言語、カタルーニャ語を構成する。 異なった種類である、と述べた。カタルーニャ語研究所、略称、IEC も、カタルーニャ語とバレンシア語は、同じ言語だとみなしている。たとえこの二つの言語の音声の違いが顕著でも、標準的に書かれたバレンシア語は、標準に書かれた中央カタルーニャ語とは、わずかしか違わない。バレンシア語手話は、中自地方から、特別な保護を受けている。 純粋に言語学的な基準を除いて、バレンシアにおいて伝統的かつ通用する言語は、バレンシア語である。一般大衆とすべての大政党による、このバレンシア語という用語の広範囲にわたる使用は、カタルーニャ語の言語学上の起源を必ずしも否定するわけでもなく、支持するわけでもない。カタルーニャ語とバレンシア語はどちらも同じ言語とみなされるかどうかに関してある混乱を、 運物のわずかに異なる基準を持つ。こうして、スペイン政府文書には、カタルーニャ語とバレンシア語のための異なる版がある。欧州憲法承認のための2005年スペイン国民、投票で、スペイン政府は、標準カタルーニャ語で、最初は憲法議定書の同一翻訳版を配布した、カタルーニャ用とバレンシア用に同じものを配布した。これが、標準バレンシア語での翻訳を要求する。 バレンシア州政府のうるさい反応を引き起こした。一旦この訴えが承認されると、次はカタルーニャ州政府がカタルーニャ語とバレンシア語の言語学上の同一性を支持する手段として標準バレンシア語と仮定し、カタルーニャで使われるリーフレットの中に標準カタルーニャ語を使わなかった。この点では主要なバレンシア保守政党、与党国民党は カタルーニャ語とバレンシア語の親子関係についての質問にほとんど取り組まず、一方で事実上カタルーニャ語と最も一致する標準版シア語を支持していた。さらに、右翼に共感する一派や、カタルーニャ語とバレンシア語を単一の言語として考えることに反対する、ブラベリスメ運動、反、カタルーニャ主義から吸収された一派が国民党内に含まれている。 バレンシア州の旗と州下、及び紋章は、1982年7月1日に、初めて発令された自治州法に明記されているように、バレンシア自治州と州政府内閣の公式シンボルである。州旗は、バレンシア王国旗、リアルシーナイラ、またはシーナイラコーノだとしてよく知られており、歴史的なバレンシア市の旗でもある。それは、アラゴン王国の黄色地に、 赤の四本線で構成されている。旗竿の次にある青い縁飾りは、開いた本物の王冠の部分的表現、王位を示す頭飾り、花形装飾及び宝石で飾られている。バレンシア衆歌は1909年の修博覧会歌で、16世紀に作られたバレンシア衆歌を含んで作曲された。ジャナラリタ・バレンシアーナの紋章は、ペドロ4世ギテウの紋章。 羽ばたく金色のドラゴンのクレスト、王冠をかぶった銀色の兜、と、十字の描かれたマントから構成されており、金色の地に四本のギュールズの立て替えが描かれている、傾いたシールドは、歴史的なバレンシア王国を表している。ジャナラリタの旗も、シンクの地に、蒸気の紋章が描かれている。金色のドラゴン、どれやくあらっと、正面を向いて、翼を広げたコウモリ、 ラット・ペネットは、バレンシア社会すべてで受け入れられる、公式の紋章ではなく、アラゴン王国に由来するものである。これらの紋章とムイシェランガの音楽は、1960年代に、盛んになったバレンシア民族主義によって一般に浸透した。バレンシア料理は、米を基本としたパエリアが、世界的によく知られているが、非常に多様性に富む。米は、アロス・アバンダ。 アローズウェイバンダ、アロスネグロ、アローズネグロ、イカスミノパエーリャ、アロスコンコストラ、アローズカーンコストラ、輪切りにしたソーセージをメインにしたパエーリャといった典型的バレンシア料理の主食材で、ある品種としてはボンバ米など。バレンシアの地中海性気候は柑橘類と野菜の生産に適している。バレンシア農業の典型的産物で最も重要なのは オレンジである。飲料では、アルボラやで伝統的に作られる、オルチャータ、アルコイで作られる、コーヒーイリキュール、マリナバフのミステジャ、ワインベースの甘いアルコール飲料が知られる。バレンシアガ子の大多数が、イスラム支配下に生まれたものであり、地元の祝祭に欠かせない。ヒホナで伝統的に製造される柔らかいヌガー、トゥロンは、 スペイン国内やヒスパニック諸国のクリススに消費される。シャティバノアルナディは、カボチャで入念に作られたデザートである。オリグエラ、アルコイでは、ペラディージャスという砂糖がけアーモンドが製造されている。サッカーが盛んで、バレンシア CF、ビジャレアル CF、レバンテド、cd カステリオン、エルチェ CF、エルクレス CF などのクラブがある。バスケットボールでは、 バレンシア BC が知られる。ロードレースが非常に盛んで、バレンシア GP の行われるバレンシアサーキットがある。伝統的なハンドボール競技、ピロタ、ペタンクも行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。